会計検査院は、わかりやすく言うと、こいつみたいな、この愛之助分、あのあれね、半沢直樹の愛之助みたいな感じやでっていうのがわかりやすいよね。まあ、ちょっと違うんやけどな、愛之助は。こんな感じなんやで。こんな感じの人が来るよって話ね。コラボの件、食感、小島康平、東京都議会議員。何党なん、こいつ。こいつっていうのこの人。あ、都民ファーストなんや、一応。この人。コラボの件、所管の福祉保健局としては、直ちに契約要件に抵触するものではないが、一部不適切な処理が認められ、指導を行ったとのこと。住民監査請求も出ているので、この後は独立機関監査委員会にて本格的な調査が行われます。まだ国の会計検査院の検査も入ります。また経過報告します。やべえじゃん、二頭ちゃん。で、会計検査院のマスコットキャラが、レッドカードで、なんでレッドカード持ってん、あかんでっていうの前提かいっていうね。会計検査院は大事な税金がきちんと使われていくかチェックしているよ。めっちゃあれやんけ。イラストやん。ゾウの好きな夢にゃん。ゾウ好きやもんな、あの人。なんでゾウなんやろ。九州方面のキョンさんとウリスト京あたりにひまそらさんを感じる。完全に風向きが変わった。あれな。奥田パパな。なんか、これを言うのもあれか。キリスト教ってうさんくさいな。小声で言うけど。俺一番うさんくさい組織はローマカトリックやと思ってるんだ、俺は。俺の勝手な意見ですよ。牧師やからローマカトリックではないけど、あいつらは。奥田パパも、シャブ僕も。磯子さんは訴えられると。都議レベルで情報、都議レベル情報だから分からんけど、会計検査院入るなら外野がやることないでしょう。あんだわ。名前出せる人で言うと、望月磯子さんは訴えます。他も多数。楽しみですな。ん？笑った、何に笑ってんの？都の監査には期待してないんだろう。期待できるわ、あんな、のり弁ばっかり出してくるとこな。都の監査も下手な結果出すと、会見や住民訴訟は恥かく。住民訴訟で恥かくよ、マジそれな。そういうフェーズに入ってきたよな。もうのり弁では通用せんよな。そういえば、陳述会で最後の自由陳述十分で、僕はこういうスピーチしましたよ、覚えてるかな、監査委員の皆さん。どう考えても不正はあるし許されるものではない。監査がもし適切に行わなければ、僕は個人として行政訴訟でも何でもやる、必ずやる、適切な監査をお願いします。ああ、そうな。ナッツキーさん、それな。こんばんは、圭介後藤さん。会計検査院が怖いのは本当にそれが国民に有用なのかまで調べるなよ。これ波及したらコラボだけではなく、それらの団体すべてを対象とする可能性もある。指摘じゃ済まないんだ、ここ。是正やら何やらまで見るから間違ってすみませんでは通用しないところ。期待できますな。ぜひ期待しようじゃないですか。会計検査院の独立性を。